国家安全保障局が使用するる元極秘コンピュータシステムであるこのプログラムはオーストラリアの国防信号局やニュージーランドの政府通信保安局などと共同運営されている。その存在は2013年7月に米国人でブーズ・アレン・ハミルトン社の元従業員エドワード・スノーデンによって暴露された。この プログラムの存在は、2013年7月、内部告発者、エドワード・スノーデンによって、シドニー・モーニング・ヘラルド氏及び、オグロボ市場で、初めて暴露された。だがそのコードネームはそれ以前の記事にも掲載されており、また他の多くのコードネームと同様に、社内公募や、従業員のオンライン履歴書でも見ることができた。オグロボ氏によると、 ザキスコーは傍受した電子メールの使用言語を分析することにより、外国人の国籍を特定する。同志によれば、この機能は、ラテンアメリカ諸国、特にコロンビア、エクアドル、メキシコ、そしてベネズエラに適用される。デアシュピー・ゲルガムによると、ザキスコーは数日分のメタデータと通信内容を遡って取り込むこともできる。その記事には、 ザキスコーが傍受できるメタデータの例として検索エンジンに入力された単語の一覧が掲載されている。ワシントンポスト市とマーク・アンビンダーの総合監修者によるとザキスコーは NSA のデータ検索システムの一つでユーザーインターフェース、バックエンドデータベース、サーバー、そして NSA が他の手段で収集した特定の種類のメタデータを選別するソフトウェアから構成される。 公開されたスライドによると、それらメタデータは3つの異なる、情報源から収集される。ガーディアン氏が公開した文書によると、ザキスコーは、電子メールのような強いセレクターや、通信内容のような弱いセレクターを同時に問い合わせることができる。分析官は、このツールを使い、異常を検出することもできる。例えば、特定の人物を指定することなくパキスタン在住の、 ドイツ語話者の一覧を作ることができる。このツールを使うとイランで使用されているすべての PGP といった暗号化された情報を検出することもできる。同文書の正し書きには非常に幅広い問い合わせを行うと分析官が処理しきれないほど大量のデータを取得することができるとある。このプレゼンテーション資料は何か関心のあるものが見つかると分析官は必要に応じて 特定の項目を要求できることを示唆している。ザキスコーは VPN を破る過程で利用され、同時に他を通じて利用可能なマシンを特定するための手段である可能性がある。ザキスコーには Google マップスと Web の検索機能もある。さらに多数の人手に渡った文書の発信源と著者を見つけ出すこともできる。2008年には将来の機能として VOIP とエキシフタグに関する機能が計画された。スマートフォンで撮影された写真のエキシフタグの多くには地理地情報データが含まれている。ザキスコは数十カ国の米軍と同盟軍を及び米国大使館や領事館を含むその他の施設に設置された700以上のサーバの支援を受けて動作している。これらの施設の中には 以下のオーストラリアの4基地とニュージーランドの1基地が含まれる2013年7月にガーディアン紙で公開された NSA プレゼンテーションの詳細解説はザキスコーシステムは継続的に大量のインターネットデータを収集しそれらを短期間だけ保存できるとしている通信内容は3から5日間だけシステム上に残るが一方でメタデータは30日間保存される この解説は2008年に発行された文書も参照しており、その文書には我々の1日の受信データ総量はたったの24時間しか保存できない時もあるという記述がある。2013年にガーディアン市で公開された NSA のスライドではザキスコーは2008年までに300人のテロリストの逮捕に貢献したとされている。しかしこの編集済み文書では テロリスト解在の実例が示されておらず、この主張は実証されていない。グリーンスハイムにある NSA 部局の2011年報告書では、ザキスコは監視対象の特定をより簡易化しより効率的にしたとしている。以前は分析官は無関係のデータにもアクセスする必要があったが、ザキスコを使うことで意図するトピックに集中し、 無関係のデータを無視できるようになった。また、ザキスコーは特定の個人ではなく、パターンで検索できるため、ドイツのアノニマス運動に関わる活動グループを追跡するために打ってつけ、ツールと言える。分析官は、対象が新しいトピックを調査したり、新しい振る舞いを始めた時を知ることができる。NSA はこのプログラムにコンピュータゲームの様々な特徴を取り入れ、 さらなる動機づけを試みた。例えば、ザキスコーに習熟した分析官はスキルズポイントを獲得し実績解除することができた。グリーンスハイムにある訓練部署の分析官たちはこの訓練プログラムに参加している NSA の全部署の中でスキルズポイントの最高平均点を達成した。ガーディアン紙のグレン・グリーンウォールドによると NSA の下級分析官でさえ、 裁判所の承認と監督なしに、米国人とその他の人々の通話を検索し傍受することが許されている。グリーンウォールドは、下級分析官は、ザキスコーのようなシステムを使うと、電子メールであれ、電話での会話であれ、閲覧履歴であれ、マイクロソフトワード文書であれ、彼らの望むものはすべて傍受することができる。それらを実行する際、裁判所を訪ねる必要も、 所属部署の上司の承認を得る必要もなかったと語った。彼はさらに分析官たちは長年の通話を収集した NSA のデータバンクを検索し NSA が保存したあらゆる通話や電子メールを傍受したり Web 閲覧履歴や利用者が入力した Google の検索語を参照したり特定の電子メールアドレスに送受信した人々や それらの IP アドレスが将来現れた際に警告することができると続けた。2013年7月30日の公式声明で NSA は分析官はチェックなしに NSA の収集データにアクセスすることはできない。他のすべての NSA の分析ツールと同様にザキスコへのアクセスは担当任務のためにアクセスを必要とする職員にのみ制限されていると述べた。 NSA はまた、厳重な監視と、投げ物レベルで構築されたコンプライアンスのメカニズムがある。例えば、収集データの情報源と、各分析官の責務に基づいて、ある分析官があるツールを使って行えることを制限することができるとも述べている。NSA は、合法的に得られた情報に対してのみ使用された、と述べこのプログラムを擁護した。それは、 我々の指導者たちが我が国とその国益を守るために必要な情報を得るための合法的な外国の情報対象に関する情報である。ザキスコは NSA の合法的な外国通信情報収集システムの一部として使用されている。これらのプログラムを使うと我が国を守り在外米軍と同盟軍を保護するという我々の使命を達成するための情報を 収集することができる。デアシュピー・ゲール紙がスノーデンから得た文書によると、ドイツの諜報機関バンドと b f v はザキスコーへのアクセスを許可され使用した。これらの文書で、バンドは情報収集における NSA の最も緊密なパートナーとして描かれていた。2013年7月25日、これらのドイツ情報機関の幹部たちが、 ドイツ議会の情報活動監視委員会に対して説明を行うと政治論争が巻き起こった。彼らはバンドは2007年以降ザキスコーを BFV は2012年以降その主権版をそれぞれ使用していると明言した。幹部たちはまたこのプログラムの目的はデータの収集ではなくその分析であると説明した。2017年4月米ネットメディア インターセプトは2013年に NSA がザキスコを日本に提供したことを公開している。この件での朝日新聞の取材に対し防衛省はコメントは控えると回答している。ありがとうございます。